の会見のゲストは経済同友会代表幹事の櫻井正光さんです。櫻井代表幹事は2007年の7月経済同友会の代表幹事に就任された直後に、この席にも登場していただきました。本日は2回目ということでございます。申し遅れましたが、私、当記者クラブの理事を務めております久保でございます。司会役の順番が回ってきましたので、お務めでございますので、諸先輩大勢いらっしゃるのは大変恐縮ですけど、お許しください。最初にですね、櫻井さんから40分か45分プロジェクターを使ってお考えのところをお話しいただいて、その後に質問に移りたいと思います。質問の時にまた申し上げますけれども、最初に当クラブ企画員のおこのぎさんから代表質問をいただいて、その後フロアの皆さんからご質問を頂戴したいというふうに思っております。それでは櫻井さん、よろしくお願いします。はい。ちょっと立ち上がってお話ししたいんですが、聞こえますでしょうか。じゃあちょっともうちょっと、最初のご挨拶だけでも。ただいまご紹介いただきました経済同友会の櫻井でございます。今ご紹介のようにですね、2007年、ちょうどこれは私が経済同友会代表幹事になった年なんですね。何を喋っていいのかなと、大変に皆さんの諸先輩方の前で、問題提起をしようということで、あの時は確かですね、理工の環境経営というふうに理工のをつけましたけども、日本の国の今後のですね、温暖化防止阻止に対してどう当たるべきなのかというような、こんな話を多分したと思います。今回はですね、笑い結構豊富でありまして、率直に言いますと、主催者側の方から2つテーマをいただきまして、1つはこの大変にその経済危機というさなかで、日本がですね、かなり先進国の中では立ち上がりが遅い、中には構造問題を相当はらんでるわけですね。そういう時に新政権というものがうまく運転できるんだろうかと、新政権の評価というのを一つお願いしたいと。もう一つはですね、同じような、こういう環境、政経の環境の中で、企業の役割は何なんだろうかと、これを一つ、お話しいただきたいと。この2つがテーマであります。全く時を得たですね、テーマをいただきました。結論はですね、今日もちょっと色紙に書いたんですが、自立です。政も、そして官も、そして生活者民もですね、お互いに何か相手のせいにする、あるいは相手に頼るとこういう面が非常にだんだん最近はですね、多くなってきたなというふうに思ってます。経済の成長、経済成長あるいは活性化のですね、主役を演じなきゃいけない企業というものが、相手のせいにしたり、あるいはおねだりをしたりというのではいけないなという意味で、企業を今こそ自立しようということであります。いろいろと話したいことはあるんですが、あまり、言い過ぎちまうとまた袋叩きに合うかなということもありますので、それはそれなりにこうメリハリをつけて、今日は皆さんにお話ししたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。ちょっと先ほどワインを少し飲みすぎたっていう感じで、なんか熱くなってきた。はい、それではプレゼンテーションチャートなんだね。最初は今ご紹介しましたように、主催者のご要望がありまして、民主党政権の政治経済運営に対する評価ということ、それから日本経済の回復に向けて企業に求められることは何かということであります。最初に民主党政権の政治経済運営に対する評価ですけれども、所詮まだ、今まで政権をですね、責任を持って運営した経験のない、新政権と、そして
100日経ったとはいえですね、いろんな、まあ、あの課題があり、構造的なあるいは制度的な体制がないというのも必要になりますので、100日では到底ですね、正直言って評価をしようにも評価をできないというのが率直なところであります。しかし、この新政権が、やはり今後その選挙に勝つ、ためのですね、政権公約ということから、まあ、はっきり言いますと、日本の国を活力のある国にしていくという責任を持ったやはり政策というもののあり方という面ではかなりのギャップがあると私は思っております。そういう意味で、心配事を含めてですね、政権の評価をですね、少々お話ししようかなというふうに思います。最初に評価できることって一体何だろうかなというふうに思いまして、実は同意会のいろいろと定例会見あるいは提言書意見書でですね、評価項目の第一に挙げているのはこの地球環境の枠組みの問題で、中期目標をマイナス 25% にしたということです。実はこれは評価が一つと、それから問題課題があるからここを詰めてくださいという意味で、まあ、平均型にしてあるんですけども、25% が評価されるということが民主党の全体の地球環境に対する取り組みということ全体を評価するという意味にですね、取られておりますけども、実は 25% の抱えたことを非常に大事だということで、評価しております。なぜ 25% がいいのかというのは皆さんもご承知のように、やはりこれ全世界がですね、各国各地域が、意味のある高い目標を掲げて、そして低炭素社会づくりにですね、取り組まないとこの地球は持たないと、まあ、鳩山さんの言う地球の命ということになるかもしれませんけども、地球の命イコール人の命であります。大変な大きな、これは危機的な状況に今地球があるということを踏まえて、速やかにこれに対応していかなきゃいけないと、活動しなきゃいけないということであります。まあ、そういう意味からですね、それにふさわしい目標値を設定しなきゃいけないわけですね。まあ、そういう意味で25というのは IPCC の言う目標にもかなっておりますし、25は大事なんだと。だからもう一つは、やはり後でも触れますけども、高すぎる目標はいけませんけども、高い目標あるいは大変な大きなリスクというものがあることによって、やはり技術的な革新あるいは経営の革新というものが起こるわけですね、あるいは起こそうとするわけですね。だからそういう意味で日本の低炭素社会づくりというものに対する社会的な革新を起こすという意味では、この目標は非常に大事だという意味で評価をするということです。ただし問題なのはですね、目標だけで革新がですね起こるわけでもなし、そして目標だけで削減というものがですね、できるわけじゃないわけですね。ここはやはり 25% を削減する道筋ですね、具体的な施策、そしてその工程表というふうに言い直してもいいと思うんですが、これが非常に大事だと。これを作ることがですね、むしろ大きなですね、重要な仕事だということで、これをですね、新政権の課題ということで、今まで特に大声を上げて言ってるわけですけども、新政権はですね、実はこういう問題課題ということに対して、もっともっと国民の意見を、あるいは企業産業界の意見をですね、聞くと。他にもこれは喧嘩するという意味じゃなくて当然のことでありまして、やっぱり政治と経済というのは両輪で動いていかなきゃいけない。その経済のある意味では主体者である企業産業というのはですね、やはりどういう問題に今ぶち当たっているのか、どういうことをですね改良しようと、あるいは変革しようとしてるのか、その環境づくりっていうのはどうあるべきだと考えてるのか、こういう企業側の産業界の意見をですね、大いに取り入れて、
そしてやはり政治としての環境づくり、環境整備、方向づけというものを作っていくことが大事だと思ってます。ただ、最近非常につくづく感じるのはですね、この意見交換というのが具体的にどういうふうに、やれるのかなというのは非常に、最近我々がむしろ開発して提案しなきゃいけないのかなという思うくらいに、ここのところはちょっと問題視しております。さあ課題の方でありますけども、まず最初にこれちょっと言葉きついかもしれませんけども、理念だけクエスチョンマークです。理念だけの鳩山総理のリーダーシップ、あるいは国家運営ということに対する不満というよりも不安であります。この前の特に施政方針演説、これから見ましてもですね、この施政方針演説というのは皆さんも記事等々にお書きになりましたけども、国会のですね、通常国会、これの一番のメインの課題というのはやはり予算編成であるわけですね。でこの予算編成の前に施政方針演説ですから、当然総理のおっしゃる、政治理念あるいは予算の理念というものをですね語るということは非常に大事だと思うんですけども、さあ実際の審議に入ったときに、やはり、施政方針演説の中でのある程度の方向づけ、そして施策のですねウェイト付け等々のものが語られ、そして踏み台となるものがあることによってですね、予算審議というのはやはりそのこの国が必要としている予算というものに近づける力になるというふうに思うわけですね。そういう意味で言うと、この辺が欠けているということであります。日本は背景としては、大変に長期債務が膨大な長期債務を抱えて、財政規律というのは財政再建というのはですね、どうすべきなのかという課題がありますし、あるいは生活者支援の需要サイドのみならずパイを大きくする供給サイドというものの活力っていうのも必要でありますし、あるいは国民の将来に対する不安というものがデフレの一つの大きな要因にもなっていると思いますけども、そういう社会保障制度の在り方、そしてそれと一体的に税制の改革という課題も重要ですし、こういう問題がですね、予算編成、予算審議のですね、土台になるわけですね。そういう意味で、総理のここに対する言及というものが大いに必要だったというふうに思っておりました。それから2番目はですね、政策立案あるいは調整のですね、いわゆる核になる総合的なですね企画推進機関というものの不足ということですね。これは民主党のマニフェストの中にもありましたけども、政権運営構想というやつですね。これは、5原則5策というのは大変に私は、これも評価しておりまして、5原則というもので脱官僚でありますし、その脱官僚の中の一つ一つのですね、脱官僚をするためにはどんな枠組みが必要なのかということで、国家戦略局あるいは、財政刷新会議等々のですね、いろいろと構造的な、機構ですね、機構改革、機構の、新しい機構の設置というものを謳っておりました。私はこれが一番最初に本来だったらばですね、機構をまず作って、そしてその中で先ほど申し上げた財政規律の問題だとか、あるいは成長戦略の問題だとか、あるいは社会保障制度税制等々ですね、やっぱり方向性と具体策というものを出して、そして予算編成ということがあり得るべき姿だったと思うんですね。しかしこの核になる機構がないですから、実際にはそれができなかったということと、
9月政権発足ですから、予算編成にすぐ飛び込なきゃいけないという時間的な問題もあったというふうには十分承知しております。ですからこれからやはり次の予算編成というものの においてですね、しっかりとした日本の予算というものが構築されるようには、今言った、マニフェストに掲げたやっぱり政権運営構想の中に述べられた機構というものをしっかり組み込んでいく、作り上げていくということが非常に大事だということであります。それから次にですね、一つちょっと今日時間ないんで相当飛ばしますけども、やはり政治と金の問題っていうのはですね、一つお話ししておきたいなというふうに思います。政治と金はですね、私こういう観点でずっと常日頃見ているんですが、実際に、今、表に出ている問題というのはやはり、片山さんにしてもそれから小沢さんにしてもですね、これは形式事項と言われてますけども、規制法の要するに、資金ど忘れしました政治資金規正法ですね、それの所持的な事項というか形式的な事項に対する問題というふうに見て、おりますし、それから一挙に飛んで政治責任あるいは道義的な責任というふうになってます。それで今の議論というのはですね、その政治責任あるいは道義的な責任というのを一体どういう意味で使われているんだろうかというのがどうもクリアに見えてこないんですね。この言葉だけ先行して多分こちらの界隈の専門家はその意味が何かというのは分かっているんだと思うんですが、実際には国民にはこれ政治責任道義的責任という単に言われてもですね、一体何なんだというのははっきりしないと思うんですね。で我々経営者はですね、実はこういう思いを持ってます。私一人じゃ絶対ないはずなんですが、例えばうちにこんな事件があったんです。ある社員が16億円をですね、架空の取引でかすめ取ったということですね。で最終的には、私が社長時代ですから、私は社員を告訴したわけですね。で実は社員告訴して非常に後ろめたい気持ちになったのは、社員を告訴して済むもんだろうかと、社員が架空取引をやった、そしてそれを責めるだけでいいもんかということですね。私はここに企業の管理者経営者としての責任というのは絶対あるはずだと。何かというと、最初に社員がかすめ取ったというか横領した金額はたったの50万円だったんですね、架空取引で。でそれがどん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 積み重なって16億になったわけです。さあ積み重なるような、言ってみれば管理不行き届で最初に発見できなくてですね、何回も何回もやっていいよという状態にした企業の責任というのは一体どこにあるんだということですね。これが企業の管理責任だし、あるいは金額が多くなれば多くなるほど株主全体の社員に対する過ちと被害をですね与えるという意味で経営者責任ということですね。僕はここのところに私はですね、その単なる所持的法律違反を超えた、それをだん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 大きくしてくることを許すという管理責任、大きくなれば大きくなるほど経営責任、経営者の責任と、ここだと思うんです。しかしこういう観点での議論が全然ないわけですね。ただ言葉で政治責任、道義的責任、これでは国民もわからない、あるいはそういうふうに問われる人たちもわからないということだと思います。ぜひここはですね、知らない責任ですね、
知らなかったっていうことは事実なんですね。しかし知らなかったがためにどれだけそれが大きな問題に化してきたかという大問題化させた責任ですね。知らなかった責任というのはそういうことでありまして、これが大問題だということをですね、やはり明確にすべきだろうというふうに思います。それから経済政策面でございますけれども、評価できる点というのは先ほどもうすでに申し上げましたので省略しますけれども、課題はマイナス 25% で、課題はやはりもっと詰めをですねしっかりさせていくということに、後々の改革が技術革新やあるいはライフスタイルの革新やそういうものが起こってくるということでありますので、ここを大事にしてほしいということです。もちろん私知っていて言いますけども、これは基本方針、基本法等々をですね今作ろうと準備されておりますので、これを注視していくということが非常に大事だと思います。ただその基本法制定の中の前段階にですね、やはり企業との産業界との相当なコミュニケーション議論というものをですね経ていくことが非常に大事だということであります。それから、次に課題としましてはですね、もう何回もこれ飽きるほど言うんですが、第一番目にこの国をどういう国にするのかという方向性とかなんとかってそんな甘いもんじゃなくて、この国の形が何なのか、どういう形なのか、これ簡単に言いますとですね、私たちが思っている国の形っていうのは実はポンと出てくるいい加減な話じゃなくて、僕は国の形を明確にするということは何かというと、今重要政策がずっと並んでいます。例えば財政再建、あるいは社会保障制度、あるいは税制、あるいは地方分権、あるいは公務員制度改革、あるいは教育改革等々ダーッと並ぶわけですね。実は単純に言うと、このそれぞれの政策の10年後あるいは5年後、この最終的に行き着く形って何なんだろうかということをですね、全てに明確に表してみて、そこで財源的にか人材的にか、あるいは国際競争力の点についてか、要するに横串にですねそれを整理し直してみて、それがつながるように組み替えることがですねこの国の形というものであろうというふうに思います。理想的にはこうなんですが、国の形を最初にポーンと書いて決めて、そしてそれをブレイクダウンする、要するにブレイクスルーしていって、それぞれの政策課題というものを貼り付けてくるということですね。これは本当に理想的です。しかし私はこれだけその世界の経済あるいは日本の経済あるいは日本の課題問題というものが明確な時に、今までやってきている政策というものをですね起点にして国の形というものをもう一回作り直すという作業をすればいいだけだというふうに考えています。私今年の5月からですね代表会、同友会の代表幹事の最終年になりますので、同友会でこれをまとめようと、来年度からですね、来年度というのは5月からです、まとめようと、同友会版、この国の形というものをまとめてみようというふうに今みんなにですねお話をしている最中であります。それから日本経済回復のためにですね企業に求められる、もう一つですね、ちょっと先ほどの政権の政策に対する課題として、やはり財政的危機感なしのですね国民生活第一という政策の展開というものになってるなと
これだけであっては大変に問題だということですね。それはあの当然のことながら、あの、まあ、未曾有のですね、未曾有の高い債務残高ということをどうするんだ、あるいは、拡大していく、まあ、予算規模ということ、これをどうするんだ、あるいは、今、10年度予算なんか見てますと、税収を超す国債、あの国債発行高ですから、こういうものはどうするんだ、それからプライマリーバランスですね、もうすっかり忘れられましたけども、これは悪化の方向をたどるだけであります。まあ、こういうことを考えると、やはり、それだけの財政的な余裕はないわけですね。当然あの国民生活第一というのを否定するわけじゃありませんし、大変重要だと思ってます。要はバランスの問題で、組み合わせの問題です。パイを大きくするという政策、経済のパイを大きくするという計画があって、初めて国民生活第一というものも浮かび上がってくるわけですね。そういう意味では、その新たな成長戦略も含めた経済財政、総合的な運営というものが必要であります。それから、あとちょっと時間の都合で飛ばしますが、さて、今日のもう一つの お話というのは、日本経済回復に向けました企業の取り組み、あるいは企業へ求められるものということであります。先ほども申し上げましたように、経済はですね、かなり持ち直しの状況に来てるし、そしてこれから、IMF にしてもですね、世銀にしても、あるいは、政府にしても、あるいは民間にしても、予測は、まあ、後半から、景気回復というふうに出ておるわけですが、いつも みんなこれは条件付きであります。まあ、いろんな課題を抱えてますから、この課題というものがある意味では、よしとする方向に向いていけばということですね。まあ、しかし、まあ、持ち直し、しかし今まだまだ自律的な回復に基調にはなっておりません。まあ、自律的っていうのは一言で言えば、需要の拡大というものがですね、民間の投資によって、それに向いていくということだと思いますけども、そういう状態にするには、やはり冒頭に申し上げた、企業が相当な役割を演じなきゃいけない。企業が、責任を持ったですね、役割を果たしていかなきゃいけないということであります。それは、まあ、一言で言うと、需要の創造ということに、企業が活躍しなきゃいけない、頑張らなきゃいけないということであろうというふうに思っております。それで企業に一体どういうことをですね、求められるのかと、また我々は責任を持ってそういう行動を取るのかということになるとですね、やっぱり言い方非常に難しいんですけども、まずは我々企業経営者が経済成長の主体者、主役としてですね、主役であるということをまず自覚認識することが、さらに自覚認識を強めるということがまず第一点に挙げられると思います。それから第二番目にはですね、政府に過度に頼らないという姿勢が第二番目に大事だというふうに思っております。そういうことのもとにですね、やはり経済の牽引役を果たしていくということであります。牽引役になるためには、先ほども言ってますように、自主自立自己責任のもとにですね、政府に過度に頼らないということですね。政府に過度に頼らない、一度私の定例会見の時にこういう話をしたんですが、桜井さん
政府に過度に頼らないって今過度に頼ってる面が何かあるんですかというふうにですね聞かれました。そう聞かれてみると具体的にはっきりと申し上げるやつを、なかなか用意することがその時はできませんでしたけども、まず一つはですね、国が成長戦略を作ったらば私たちはそれをフォローする、あるいは我々はそれに乗るという姿勢が垣間見られるわけですね。で、これはなんてこったと私は思っております。本来はですね、一番市場をどういう分野が成長分野なのかというのは常々私たち企業は探してるし、そしてまたいろいろと市場に対して商品サービスを提供していろんな問題課題を背負ってそれを改良していく、それを通じて市場というものをですね、これ市場というのは金融市場うんぬんというふうにあまり発想しないでほしいんですが、お客様市場です、消費者市場ですね、というのをよく知っているのが企業なんですね。政府に探してもらうんじゃなくて私たち自らがですね、そういう市場、お客様市場というのはよく知ってるんです。地球環境問題にとってだってそうなんです。地球環境問題、あとでもちょっと簡単に申し上げますけども、今ある分野ではもう大競争が、エコプロダクト、エコサービス、大競争が始まってるわけですね。政府よりも私たちの方が一番知ってるんです。で、この知っているということをベースにして我々個々の企業がですね、あるいはもっと大きく見れば業界がしっかりと成長戦略というものを産業界が描いていくと、で、その描いていくこれを後押しする環境づくりを政府に要望するというですね、この姿勢が非常に私は大事だというふうに思っております。当然これだけで、ボトムアップ的なだけで日本の経済の活性化ということがいくわけじゃありません。当然ながら政府の成長戦略というトップダウン型の方向性も非常に重要です。しかし今どうもだん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 足らなくなってきてるなっていうのはボトムアップ型の我々の自主的な自己責任を持った成長戦略、それを助けろというこのサイドですね、これが非常に少なくなってきてるというふうに思ってます。あるいは経営のミスをですね、政治に対して政府に対してこれをリカバリーするためにいろいろなですね、支援補助をお願いするというタイプですね。あるいは競争排除をですねお願いするというようなことですね。これもあってはならないなというふうに思います。競争排除ということになると、まあちょっとこれはあまり具体的に言っちゃうといけないのかなということでちょっとやめときますけどいろいろあります。競争排除をですねお願いするというのは、で、これ競争排除というのと今度危ういなと思うのは、ぜひ整理してほしいなと思うのは、消費者保護というのと競争排除をお願いするというのとはですね、実は対極にとらわれちゃうと非常に難しい問題なんですが、まあ、競争排除で私が競争排除をやっぱり言って、競争排除は、ね、あってはならないという視点で言ってますけども、この辺はですね、ぜひちゃんと見分けてやってほしいなというふうに思います。それから次に、企業自ら先ほど申し上げましたように成長戦略を描いて政府に環境をお願いするということですね。それでここで申し上げたいのは、環境整備、政府への環境整備のを促すという点ではですね、何かというと当然のことながら、まあ、いろんな分野における、開発促進、イノベーションの促進税制、あるいはその制度設計、あるいは需要刺激策ですね、この辺が日本柱になってくると思うんですけども、もう一つは法人税の減税だというふうに私は強く思ってます。法人税減税っていうのは
これ新聞等々もですね、ちゃんと書いてほしいなと思うのは、消費税対法人税という対極でどうしても扱われちゃうんですね。それはもう確かにそうだという思う面もあるんです。しかし消費税イコール、消費税というのは消費者の、消費者に関係するもの、法人税というのは企業に関係するものという、こういうですね、単純図式でないということに、が大事だと思っています。法人税、が競争力のある法人税というものになると、そうすると企業はそれだけの内部留保が出る。でその内部留保というのはマルチステークホルダーに対して正当に配分をということですね。株主に対して、社員に対して、あるいは我々のパートナーに対して、ある時にはコストダウン等々でまたさらなる、お客様に対してですね、というところに還元をすると、こういうことを通じて当然、もう一つは研究開発投資ですね、というものに回すということを通して、企業がまた成長する、あるいは、社員の初待遇が改善する、それが消費活動に大いに回っていくという、こう循環にですね、広くこう影響を及ぼすわけですね。だという意味で、その何も消費税と法人税というのは何も企業だけのもんじゃないということを私たちは常に感じておりますので、そういう意味で法人税も減税というものを言っておるわけであります。それから あとは7番目に、成果の積極的な社会還元ということですね。でこれは今大きな問題になっているというふうに思います。特に雇用問題ですね。雇用問題については、やはり、私たち同友会、あるいは特に私なんかはですね、先ほど言ったマルチステークホルダーの観点からですね、捉えて、社員というものはマルチステークホルダーの大きな一つでありますので、社員に対する還元ということを、やはり大いに積極的に、あるいは、責任を持って対応していくということが大事だというふうに思っております。そういう意味で言うとですね、今今年の雇用が、内定率がですね、まだ確か 60% か 65% ぐらいですかね。で、4月1日の内定率、常日頃、例年はですね 95% なんですね、大卒は。これも 80% から 85% ぐらい、大体 10% か 15% ぐらい低い予測なんですね。でそういうように、非常に内定率も悪いし、それからもともとの母数、採用枠も、減りましたし、から来年の見通しというのはまだ難しいんですけども、来年もそんなによくはない、と思います。でそういう中で、企業がですね、採用というものに対して考える考え方っていうのも、やっぱり大変な雇用問題、社会問題というものを企業も責任を持って対処するという姿勢が大事だというふうに思います。でただ言葉だけじゃなくて、同意会はですね、具体的には何をすべきかと、企業が雇用問題に対して、これは第一にですね、未就職者、未就職者ですねの固定化というものを止めようと。あれ、これの大きな原因になっているのは、新規採用が常に4月1回というやつですね。これでその年溢れちまうと、翌年は
新たな新卒採用になりますので、そして固定化しちゃうわけですね、前年の未就職者が。でこれをどうしても避けようということですね。となると通年採用ということですね、あるいは中期採用等々をですね、もっと積極的に、各企業が展開するようにしようということであります。それから、まあ、政府にはですね、これはお願いしてるんですが、今やっぱり今度は正規採用がどんどん内定率あるいは、採用要望数、これがですね減ってきているの一つには、やっぱ労働法制上ですね、解雇というものに非常に解雇というものは非常に、流動的にできないということですね。流動的にできればそれでいいのかという問題はあるけども、まあ、一方ではですね、そうすると出口がもう塞がれちゃっているということになると、入り口採用の方で絞るということになってくるわけですね。まあ、そういう意味での労働法制の、やはり企業の活性化、あるいはこの企業の活性化だけじゃなくて、やっぱり働く人の、選択というものを考えたときに、やはりいいバランスのですね労働法制を設計していくということが非常に大事だというふうにも思っております。まあ、ともかくこれから大いにこの辺はですね、具体化をして政策をですね、提言しようということになっております。さあ、契約として何までしたっけ、10分か45分と言ってましたので、あと5、6分で終わっていただければ。あと5、6分ね。契約として地球の契約として具体的にはですね、地球温暖化防止にどう取り組むかということで、なんか全部書いてあるねこれ5分でやるのは大変きついんですけども、ポイントだけ言います。地球温暖化に対して、日本企業というのは世界的に見てもかな、世界的に見ても大体同じでしょう、かなり日本の中で、問題視されているのが、企業はかなり消極的であるということですね。で私はやっぱり企業というのはですね、企業我々経営者なんかというのはですね、先を見る役割が最大の役割ですので、将来を見、そして将来の戦略を打つというのが非常に我々の任務でありまして、常に将来10年後あるいは5年後10年と長すぎますね、5年後3年後一体社会的なニーズは何なんだろうか、そしてそっちの方向に事業をですね抜けていこうということをいつも狙ってるわけですね。で地球環境の問題っていうのは、非常に明確な中長期のニーズ、社会的国際的なニーズなんですね。でこれをなんでそうその今後の成長戦略に捉えないんだろうかという思いであります。この部分は鳩山総理と同じになるんですけども、やはりこれがですね、大きな今後の社会の動き方あるいは企業の成長の方向の分野であります。それに積極的に改革を持ってチャレンジしようということが基本的には大事なことだというふうに思っています。それから2番目に、国の中期目標がどうあろうとも大胆なことを書きましたけども、今 25% がなんだかんだと、高いのとは言いませんけど低いの、高いのと、実は 25% がどうあろうとも本質的にはですね、企業というのは先ほど言いましたけども、社会で相当なエコ商品、エコプロダクト、エコサービスっていうのの大競争が始まってるんです。これに負けたら企業の命はないんです。そして今まだ例えば応援業界なんてのはまだまだエコ競争やってないんですね。しかし今度の
次期枠組みで、あるいは日本のですね、排出の量の比率を見ますと、オフィスだとか事業所というのは、もう、あれは、何年だ、05年以だったかな、失礼、ちょっとド忘れしました、90年以かな、多分90年以でしょう、90年以でもう 40% ぐらいのアップなんですね。で、産業界、工場だとか、産業のオペレーションにおいてはですね、工場のオペレーションにおいては、これはむしろマイナスなんですね。問題なのは、輸送、運輸と、それからオフィス、事業所と家計なんですね。で、ここに相当なことはノルマが、削減ノルマがかかるわけです。そうなると、オフィス、事業所での省エネっていうものを徹底的にやらなきゃいけないということになるわけですね。さあ、大江業界はですね、このオフィスに、機器サービスをシステムのサービスをやってるわけですから、これは相当な大激戦の国になるわけですね。というように、企業というのは、まあ、25% がどうのこうのじゃなくて、我々の市場というのが、お客様が、こぞって、省エネ機あるいは新エネ機を買うということです。これに負けたら、国際競争に負けたら大変なことになります。ということもあって、積極的にですね、変革に取り組もうということを言いたいと思います。それから2番目の領域は公平性の問題です。日本はもうほとんどやることをやっちゃって、変革はしちゃった、技術革新はしちゃった、乗り仕事が少ない、あるいは、同じ1キログラム炭酸ガス、温室効果ガスを減らすには日本が最高に圧倒的に費用がかかると、これ限界削減費用ですね。とうとうやる乗り代が少なくなって、そして限界削減費用が、大きくなってる。で、こういう日本なんだから、今後の削減目標設定をするときには公平性を担保 しておらないとかなということですね。これは本当に基本的に値です。大変なですね、負担を日本が背負うということになるというふうに思います。しかし、これは感覚的にはそれは分かるんですけども、しかし、それじゃあ公平にみんながですね、なったときにイノベーションって起こるんですかということです。それからもう一つ、要するに言ってみりゃ不公平だからですね、それをなんとか同じ競争ラインに並ぶために努力しようということで、ここに変革が起こるわけですね。日本のこれを言い出したらキリがないんですが、不公平だからだったからっていうところに資源小国があります。資源が自分のところにない、こんな不公平をいくら世間に言っても、神様に言っても公平にしてくれないわけですよね。不公平だから、資源がないからこそですね、省資源省エネルギー化というこの技術革新がどん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 起こったわけですね。ちょっと程度の問題ですから、そればっかりと言っちまうと、じゃあ不公平さが大きくある他のケースというものはとんでもない、届かなかったわけですから、ダメなんですね。ただ公平であったらばイノベーションが起こるんだろうか、それはそうじゃないということですね。ですから、この公平性論というのは、だからまた公平にしようとしたら、多分削減目標は各国各地域どんどん下がるでしょうね。みんなが満足する公平性求めたら、公平性って設定したらば誰かは必ず不公平だというわけですね。で、こういう世界の話ですからですね、ある意味ではやっぱり公平性を許容する、不公平性を許容すると、これが変革革新のエネルギーなんだということを理解していないと、この問題は解けないということであります。それから、技術革新はもうし尽くしたという議論もあろうかに思います。これは技術革新というのはし尽くすことはできない問題であるというのは皆さんのご承知だと思います。優しい言葉で言うと、乾いた雑巾いつでも
未来永劫乾いた雑巾は絞れるんです。それは何かというと、10年前の時の絞ろうとする力、これが変わるからです。現在ではもっともっと強い力になってるからです。10年後にはもっと強い力になってるわけです。これは技術革新です。それからもっと先行くと、そんな雑巾はいらないということになって、まるで違ったですね、社会構造あるいは価値観というものにもなっていくんだと思いますけども、とにかくこれはもう尽きない話であります。とうとうですね、考えると、まあ一番最後に書きましたけども、ちょっと関連的なところでイメージで申し訳ないんですけども、最も大事なことっていうのは企業トップの考え方と、そしてリーダーシップということです。多くの企業、なかなか声が出てない企業にいっぱいおりますけども、うちを含め、ちょっと自分の宣伝しちゃいけないな、このつもりで高い目標、意味ある目標を掲げてですね、技術革新がどういう部分で、プロセス革新がどういう部分で起こしていくかというのを懸命に戦略と計画を練って、それに向かって、イノベーション活動をしていくという企業はたくさんあるんです。まあ、ということで、我々が本当に頑張って、温暖化を含め経済の活性化、そして、世界のですね、貢献というものができる日本の国づくりということに頑張っていきたいというふうに思っています。長い間ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。穏やかな言い回しの中にもいくつか重要な示唆というか考えをお示しいただいたのではないかというふうに思います。桜井さん本席2回目のご登壇ということで、あえて略歴等のご紹介は省略させていただきます。お許しください。それでは残り時間質問に当てたいと思います。最初に企画員の小野木さんの方から代表質問という形でお願いします。その後フロアの皆さんからご質問を受けたまります。はい、企画員の小野木です。よろしくお願いします。皆さんからいただいた質問票をもとに私から3問ほどまずお尋ねしたいと思います。前回の会見の時も私質問係を仰せつかりまして2度目であるんですが、前回の経験を踏まえてですね、絞り込んだ質問をですねお尋ねしたいと思います。一つがですね、雇用問題について会場の皆さんからもお尋ねのカードが来ておりますが、先ほど桜井さんお話しされたように大変厳しい、就職の内定状況です。世界的にも失業率が大変な水準でありまして、IMF のストロース・カーン専務理事がですね、やっぱり雇用の問題が最大の問題であるというふうに先日スピーチされましたし、オバマ大統領がですね、任期が陰ってきたというのもですね、相当程度失業率が予想以上に高いと、もっと早く下がるはずだったんじゃないかという失望感あるいは期待の裏返しですね、これに合っているというふうにも言われております。日本でもですね、このまま高い水準で続きますと政権への失望だけではなくですね、企業経営者への失望感あるいは日本の経済の先行きに対する不安もですね、出ていくような気がします。現に職を得られない、若者たちがたくさん続きますと、先ほど桜井さんがおっしゃったように、働く機会をですね、持てないでずっと固定化してしまったり、それがひいては日本の経済全体のですね、生産性の低下につながっていくということも懸念されると思うんですね。それでこういう問題に対して企業はですね、先ほどの自立自己責任論でいうとどういうことをですねすべきだというふうにお考えでいらっしゃいますか。それ関連してですけども、正規非正規の非常に分裂がですね、多くなっているという中で、会場の方からは経団連企業と違って経済同友会はですね、非正規問題について違うアプローチをされているのではないかと、それをぜひ、示してほしいという声があります。それについてよろしくお願いします。はい、それじゃあの最初にというか雇用の問
題に対しての企業の在り方と取り組み方ということですね。で、先ほど採用の問題、それから解雇の問題等々について、まあ、労働法制的にちょっとお話ししましたけれども、もう一つ大事なのはですね、やっぱり基本的なところというのは企業の成長であります。要するに雇用を増大する企業の成長であります。で、これがやっぱり企業が一番雇用問題に対処っていうか責任を持った取り組みをできる一番重要なことだというふうに思います。で、今その成長のところでですね、実はその日本企業に非常に問題点が私はあるというふうに思います。先般ですね、新日本流経営というのを同意会出しましたけども、日本の強みを生かして、そして、外部の海外のですね経営のいいところを取り込んでそして融合経営をしていこうというところでも述べてるんですけども、実は成長のですね一つ大きな、ネックになっているのは、これはデフレの原因要因とも同じ共通する問題だと思うんですけども、必死に頑張りすぎちゃって価格競争に落ち込みですね、そしてもう死ぬまで戦うといわゆるその脱価格競争っていうのはなかなかできない日本企業というものもあるんですね。で、そういう観点で目で見ると、まあ、いろんな、これがそうだこれがそうだってのが出てくると思います。特にサービス産業は、かなりこの形にはまり込んでいるんではというふうに思います。大体サービス産業のですね生産性がなかなか日本の企業というのは、日本のサービス産業はですね低いというふうに言われてますけども、これをなんで低いのかというと、ここに回答があるんですが、やはり、海外特にアメリカのですねサービス産業の、生産性が高くなっているというのは、ビジネスモデルを変えて同じ産業の中で競争を挑むと、そして昔のビジネスモデルでやってる企業は滅びていくという、この新陳代謝なんですね。例えば、まあ、極端な例がウォルマート等々はですね、相当なその IT システムを活用して、そして仕入れから、物流から、そして、在庫管理、あるいは店の配置、あるいは店の商品の陳列等々ですね、これを大システムで動かしていくということですね。これは完全に同じことをやりながらもビジネスモデルを変えていってるんですね。で、これでいっぺんに古いものから新しいものに変わりますから、生産性はどん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 上がるということですね。これは一つです。それから日本全体でもですね、やはり雇用問題という時には産業の新陳代謝です。どの産業とは言いませんけども、やっぱり、一次産業型の産業のですね構造を変えるとか、あるいは、まあ、中小といってもですね、全体の中小企業の全部の産業、これ一緒くたんで言えませんから、その中の産業分野別にやはり新しい産業に変えていかないとですね、今のままの中小ではとてもやっていけないわけですね。だから産業構造を変えていく、大企業でもあります。その産業構造の新陳代謝というのを大いにやっていくということが非常に大事ですね。非正規については経団連との違いは何かありますか。非正規はですね、大体同じだと思うんですけども、同友会ではですね、非正規正規社員のこれやっぱり、待遇格差、所得格差、このところは直していこうじゃないかというスタンスに立っています。
それでこれ直すのには何かというと、当然のことなら非正規正規社員というものはそれなりに違う働き役割の部分がありますので、簡単にこう一緒になるというわけじゃありませんけれども、その中でも同じ仕事をしているんだったらこれは同一賃金にしようと、同一賃金にしようと、それを採用していこうということですね。はい、ありがとうございます。続きましてトヨタのリコール問題に関するお尋ねがあります。日本経済への影響どうご覧になりますか。背景にアメリカのトヨタ叩きがあるのではないでしょうか。まあ、日本のものづくり企業としてですね、何か教訓化すべきものがあるような気もしますし、そこら辺をお願いします。まず教訓となることは大いにありますね。はい、トヨタのこの事例というのは我々グローバルに展開している企業群にとっては大体同じような要素っていう危険性を持っているというふうに考えるべきだと思います。で、そういう意味ではですね、やはりトヨタさんのあれだけのですね、日本のまあ品質では、トップレベルの企業というトヨタさんのこういうリコール問題が大きく出てきたということは、我々は自分たちの在り方あるいは自分たちの問題点、そして今後の対応ということを、真剣にね、洗い直してみる時期だというふうに思います。最近こういう意味で品質関係の問題であまり問題がクローズアップしたものがありませんでしたので、日本企業っていうのは結構この辺弱くなっていると思うんですね。という意味では洗い出しが必要だなというふうに思います。昔私品質管理学会長をやったことがあるんですよ。4年ぐらい前ですね。で、あの時から日本の品質の危うさというのは学者の方々、それから企業ということでかなり学会の中でも議論しましたけどね。ここのところの立て直しは絶対に必要だということはかなり叫んだんですよね。これだけ豊田さんには申し訳ないけども反面教師としてこういう時期というのは本当に大事に捉えた方がいいということですね。日本経済の影響とかアメリカのトヨタ叩きの要素についてはどうご覧になってますか。これはちょっと予測なかなか難しいですね。どれだけトヨタさんの自動車、トヨタさん一社の問題になるのか、あるいは日本のものづくり企業、あるいは、もっともっと大きく日本企業全体の価値、あるいはそれが株価というようなものにこうどう広がっていくのかなんていうのはちょっと想像もできませんのでね。我々としなしてやらなきゃいけないことはやはり先ほど言ったように、トヨタさんの本当に今後の素早い対応と、それから私たちが、同じような問題を出さない、いかに再発を防止するかということをですね、徹底的に活動してアピールしていくと、実績で示していくということが大事だと思いますね。そうするとアメリカのトヨタ叩きだなんて思わない方がいいということですか。いや、それは思わない方がいいですね。もう一問です。民主党が掲げる企業団体献金の全廃ですね、これをどう評価されますかと、この際全般に踏み出すべきではありませんかと。今同意会で委員会でこの活動はしてましてね、最終的な報告の時期というのはもうちょっとかかると思うんですがね、それを前にして私ここで発表するわけにいかないんだけども個人的にはですね、だいたい同友会 のスタンスはこうですけども、やっぱり民主主義のコストなんですね、これ。で、民主主義のコストを誰が負担するかということですね。で、当然金のかからない政治なんてのはありえない話で、やはりこのコストが絶対に発生する、そのコスト誰かです。で、同意会のスタンスはこれはやっぱり個人献金であると、個人の寄付であるということですね。これがやはり一番大事なことだと。ただし今の個人献金だってすぐに個人の寄付でというふうになると、まあ、いろいろと制度上の問題、手続き上の問題、税の問題等々いろいろな問題があるわけですね。それから
日本の文化としてもあの寄付という献金というですね、これ何も政治だけじゃなくてその文化ってあまりないわけですから、やはりこれには時間がかかると。そうなってくるとやはりこれを国の税でですね、税金で納めた税金で政治家の活動を支えるというのはこれは私は絶対ないというふうに思いまして、やはり企業献金というのはやはり個人献金に切り替わるまでのつなぎとしてはね、非常にあってもいいんではないかということですね。ただ個人企業とのつながりの時にある程度そういうものを許すということになるとまたいろんな問題が出てきますので、ここがポイントだと思うんですけども、企業団体献金というものの出と入り口と出と、これをですね非常に透明なねシステムにしていくかねということにかかっているというふうに思うんですね。まあ、そんなちょっと課題見えたことでお話して申し訳ないんですけども、基本は個人献金、しかしその状況が整う間というのはやはり、企業団体献金および、ですね、政府の交付金的なやつですね、助成金ですね、これで持ってく以外ないと。ただ政府の助成金を大きくしちゃって企業献金をないかあるいは少なくするというのもこれは問題だというふうに思いますね。民主党は法案としてしまえば禁止されてしまうわけですから、いや禁止されたら従う以外ないですから、そうですね、今からもうそういう方向に舵を切るというのは早すぎるんですか。いや早いんじゃないですか。いやこれね、僕政治献金で今のやつを2つのやつケースを見てると大変に問題おありだというふうに思うんで、すぐさまでも切っていくということはいいと思うけども、やっぱり健全な企業がねもっと健全な活動、政治のコストとして政治の活動に出していくということが非常に大事だと思うんですね。そうするとね結局ね企業こんなことができればな、ちょっとあんまり言うとね今度発表するのにねみんな言っちゃうことになるからね、はい、代表質問はここでいいんです、思い切って言っていいですか。いや言うとね怒られちゃうよ、同会の委員会の委員長あるいは委員に。はい、それいつ頃発表されるんですか。まあちょっと時期的には分からないけども、とにかく法制のね法制審議前にはね出せますよ。あ、そうですか、はい、ありがとうございました。よろしいですか。それでは残り15分ぐらいなんですけれども、会場から、はい、どうぞ安倍さん、所属お名前あるいはフリーの方、はい、ですけども、個人会の安倍さん、今桜井さんが自立と言いましたけどですね、今回 JAL の問題もですね、ウィルコムの問題もですね、支援機構に入れて再建しようとしてますね。で特に稲森さんの会社はですね、こういうふうな、まあ、ウィルコムなんて稲森さんの会社ですよね、もうこういうふうな考え方っていうのはやっぱりおかしいと思うんですよね。やっぱり自分たちがダメならば潰すなりなんかしなくちゃいけないのに、みんな産業再生機構もそうだし、その辺やっぱり同友会としてですね、リーダーとしてもう少し企業の自立っていうのをやってですねやらないと、日本の国はみんな全部国が再生するっていうふうになっちゃうし、特に名森さんの場合は自分の企業はああいうふうなことをやる自体もおかしいと僕は思うんですよね。その辺どういうふうに思いますか。その辺はい、2番目の稲森さん絡みね、これはちょっと考えすぎじゃないかなと思うんですがね、取締役だけどね、私も今実ははっと思ったんですよ、言われてみて。だから稲森さんのとこだけ助けるということじゃないというふうに思いますよ、これはね。そういう誤解が出ないように、まあ、本当のちゃんとした意味合いのもとに政府はね、やっぱり政府の公的資金を投入して支えていくということを やるべきだと思いますけどね。それから2番目に一番最初に言われた
基本的にはやはりね、まあ、いろいろと大きな課題を背負っての判断になるけども、基本的な姿勢というのはやっぱり企業が自分で自立するということを徹底してね、やはり問い詰めていく、あるいはそういう立場に立たせるということが大事なことだと思うんですね。まあ、そういう意味で大きな会社ほど社会的な影響がありますからね、まあ、政治判断ということにもなるかもしれないけども、やはり企業としては自立するということになるでしょうね。ただ、JAL の場合にはこれ企業責任だけの問題じゃないからね、まあ、その辺はあると思うんですよね。だから僕なんかは、そういうことをいろいろと考えると、 JAL の問題については、これがね、適切な支え方というかね、再生の仕方というかね、こうであろうなというふうに思いますけどね。ただおっしゃるとおり、基本は先ほど私も言いましたように、企業は自分で頑張ってダメだったらね、そしたらね、その事業領域から変えるとかね、あるいはその事業領域で生き延びられなかったらね、そしたらやはり債権者なり、あるいはその社員なりということに対して、それなりの、還元をしてね、締めるということっていうのも企業の責任だと思うんですよね。そうじゃないと本当に新陳代謝って起こんないんですよね。この国にやはり欠けてるのはやっぱり新陳代謝なんですよね。商品、事業、産業、他にございますか。どうぞ。ではつなぎで私からよろしいですか。一つ先ほど雇用のに関してですね、新卒者4月の定期採用1回こっきりでない形、通年採用あるいは途中の採用というお話、これは提言だというふうに承りましたけど、具体的に同友会のメンバー企業というか、そういうところではこう広げていこう、あれすでに実行している会社さん増えてるんでしょうか。そういう方向に踏み出してるんでしょうか。今ね、はい、昨年度の提言でそれをね、委員会活動の提言で、発表して、そしてそろそろ出始まったと思いますけども、具体的にどういう企業が定年採用からね、新規採用それを通年採用に変えたかっていうのはちょっとまだ掴んでないんですがね、その動きではあります。ただこういうのって新規採用のやつっていうのは結局、通年採用にしようとした時に社内体制というのはかなり人事制度等々も含めてね、かなりやらなきゃいけないことがあるんでね。だから今顕著に出てきている例っていうのはちょっと知りませんがね、だと その方向では同友会がいますね。ただもう一つ、経団連と同友会とは違いましてね、経団連の場合にはもう集まってその結論というものを出たものを展開するというね、これはある意味で反強制的に、強制的っていうと語弊があるけども、みんなでやっていこうということの動きになるけど、同友会の場合にはみんな個々の採用するか採用しないかのね、企業の判断というところにもなってますんでね、拘束力がない、やり方ですね。うちリコは検討始めてますよ。ぜひ。はい、どうぞ八木さん、お名前と、はい、ちょっと私にもわからないんですけど、地域社会が崩れ、今や企業が最後の社会コミュニティになっていると。だから企業が何て言うんですか、社員をまとめきちんとしていかなくちゃいけない時代になってきてるんじゃないかなと。で、個々人というのは所属する地域というものコミュニティがなくなってる。で、企業が唯一の何て言うんですか、
自分の居場所っていうような形になっているように書いてる学者がいたんですけど、私もそれ非常に心配してるんですけど、そういうことについてお考えを一つ伺いたいと思います。個人会員の八木さんですね、はい、ちょっと、僕も初めて聞く話なんで、どっから答えていいのか。あのね、コミュニティ、地域のコミュニティというものがなくなると、しかし地域のコミュニティというのは企業だけじゃなくて、私はなくなるはずなんかないというふうに思うわけですよ。で、企業というのは働く場として、その会社ね、企業群の話じゃなくて、その会社の一つとしてはコミュニティというのは企業内コミュニティがあるけど、企業単位のね。だけどその他にもね、それぞれの属するところで、まあ学校を中心としたコミュニティであってみたりね、あるいは、その地域における他の、まあ、企業ってもちょっとイメージしてる企業が一つじゃないと思うんですがね、いろんな企業という働き場というところでのタイムあるしね。だからちょっとその作者の言われている意味合いというのはどういう意味合いなのかちょっとわからないんでね、なかなか答えにくい話なんですけどね。生活を支えてくれるというようなコミュニティと、そういうふうに思っていただけたら。だけど生活を支える、生きていく何か、生きていく何か、あ、だからその生活を支えるというのは給料をもらう、賃金をもらう、生活費をもらうという、獲得するという場であるとしたら、それはね、これがなくなったら全部なくなるんですからね、企業だってなくなっちゃうんですからね。だからちょっとよく分からない。楽しむ場のコミュニティっていうのもね、あるんだろうし、いろんなものがあるんだろうしね。はい、大きい方を持ってもカルテルとかトラストっていうのは認めていい、少し認めていいんじゃないかなと思うんですけど、あ、それは何ていうんですか、技術でも何でも大きいとこ小さいとこ、まあ、みんな技術を共有することができるようになると思うんですけど、そういうことについて何かご意見なんでしょうか。基本はカルテルを改正して、もう少し大きく、もう少し大きくしてっていう意味ですか。基本的に今おっしゃる意味分かります。もっともっとね、クラスターを組むとかね、あるいは協同組合的なものを組むとかね、それから協業を組むとかね、これはもうどんどん盛んにしないとダメですね。今一つ例を取れば、日本の中小企業が非常に、これ僕は世界に誇る日本の中小企業産業構造の一つとして大事だと思うんですね。ただバラバラで今まで親会社にこうくっついていくというね、こういうその、パーソル型のやつ、これだけではダメだと。やっぱり中小企業、特に中堅というのがね、かなり強いんですよね、まあ、中堅を確認した新たなクラスターを組むとかね、まあ、そういうやり方があるんで、だから地域でもそうです。中小の人たちがみんな集まってロケットまで飛ばそうとしてますからね、まあ、こういうその組み合わせってのは絶対必要ですよ。他にございます。あ、どうぞ。これはあまり独企業に関係ない。毎日新聞やロイター通信の OB でジャーナリストの牧野と言います。2つお聞きしたいんですけども、一つはさっき桜井さんがおっしゃったこの国の形っていうあれについて、どういう会がこれからまとめられそうですけども、ご個人でどういうふうなことをこう考えておられるのか、まあ、日本の政治がせっかく政権交代にした民主党がですね、期待半分不安半分で、その不安半分の方がだんだん増幅して、ますますそのこの国の形とか日本の将来像っていうのは見えてこないんで、ぜひ経済界からやっぱり出された方がいいと思うんで、桜井さんご自身がどう思われるかっていうのを、ね、それからもう一つとね、アジアは、今や世界の成長センターになりつつあるし、日本はそのそばにいるというのはチャンスだと思うんですけども、だからその形でいくと、この閉塞状況にある日本の国内内需をね、で内需拡大を議論するよりも、むしろ内需拡大をひっくり返して拡大内需って発想で、いろいろ最近議論出てますけども、アジアの地域統合の中に日本が入って、あそこをやっぱり広い意味での内需と見てコミットするという、そうすると日本としては、企業としてはですね、どういうコミットの仕方を座標軸的に考えられるのか、特に
同友会のリーダーとしてどう考えられるか、その2つを。はい、最初のやつですけどもね、先ほどもちょっと言ったけども、ぼやっとこう考えて国の形っていうとなかなかイメージがつかないんですよ。でこの国が求めている形の要素って何だろうかなというと、その要素というのは今抱えている問題発のね、制度改革、構造改革の一つ一つなんですよね。この制度改革の一つ一つが一体10年後5年後にはどういう形を求めての制度改革なのかっていうのをしっかり出していくと、一つ一つのその要素ごとに形が出てくるわけですね。例えば財政がこんなにその、GDP の 180% ものの長期債務を抱えている国、これが言ったらばもう国際信用力がなくなるとかっていう話が出てきてますよね。長期金利の問題が出てくる、破綻に追い込まれる、これは是非論はあるにしてもね。でそうすると国の財政というのは5年後10年後には一体どういう姿になってなきゃいけないかと、これは一つの国の形の構成要素ですから、そういうものですね。そしてさあそうなっていくと財政規律っていうものを守って、一体歳出ね、要するに国の予算として出ていくお金というものの歳出改革は一体どうあるべきかということで、これは行財政改革が今進んでるわけですね。あるいは行財政改革の中に、特会あるいはね特別、行政法人が公益法人等々の改革まで入ってるわけですね。でそういうのが一体どのぐらいの規模のねものにしていくべきなのかっていうことで、5年後10年後っていうところで、この行政としてはねどういうあり方がいいのかっていうのが出てくるわけですね。あるいは一番大事なものの一つの中にはやっぱり地方分権、地域主権ですよね。でこれはかなりその民の力を活用してというのが基軸になってるわけですから、そういうその住民のサイドに主権を置いて、地域主権を置いて、そして国との分担というものを、役割分担をやっていくわけですね。で それは5年後10年後にはどういう形なのかですね。その中に中間に道州制というのがあって、道州制っていうのを実はやるのかやらないのかね、でこういうものも含めて形を表して、こうやって一つ一つね、もう真剣にそのね各今の問題発でも結構だから、それの行き着く先は一体それぞれ何かっていうのをね明確にし、それでさあもう一度さっき言ったように、その国の、財政再建だったらその軸で通してみると、この制度この制度この制度にはどれだけのお金が解決にかかるのか、そうするとその財政という意味で一本化して横に通してみると、成り立つのが成り立つのか足らないのか、でこれで行ったり来たりをさせればいいわけでね、そういうことをある程度設計しなきゃいけないというんですね。そうなると何がいいかというとね、僕は金の使い方もそうだし、各政策のね大まかなね優先順位ね、これが出来上がると思うわけね。今ちょっと心配してるのは、民主党さんの新政策マニフェストに入ってる新政策を元の旧政権のやろうとしてた旧政策と入れ替えをしようということで出し入れだけをやっていますんでね、結局出し入れ論じゃあ今までのものをみんな出しちゃって新しいものをスポッとはめるのかっていうと、こうじゃないと思うわけだよね。これ新しいものをみんな入れるっていうのは生活者第一だけが入っちゃうだけだから、これはあらあら危険なわけだよね。日本の構造、国の形から考えるとさ、この部分は新しいものと入れ替えて、この部分は入れ替えないでそのままとかね、要するにこれはね旧政権が求めた国の形、あんまりはっきり言いませんでしたけども構造改革というものと、新政権が新たに入れる構造改革っていうもののさ、これのねウェイト付けがないといけないっていうことね。
だから、まあ、あの事業仕分けやって非常に結構だったんだけども、今度の予算、あの予算編成っていうところは本来はそういう新旧のその政策のウェイト付けね、こういうことを議論しなきゃ絶対に予算編成って議論にならないと思うんだけどね。だからそのためには国の形でね、あ、それがアジア、あとアジアなんだっけ、アジアナイズは当然です、うん、もうこれは企業としてはあの国に言われるまでもなくね、企業としてはあの国内の内需でどん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 落ちていきます。で国内売上がなかったらもう減少の一途をたどってます、我々でも。で、やっぱり社員はそれなりの当社で11万人かな。でこれを抱えてどうしようかというと外需を大きくする以外にないわけですね。関連してすみません、 FTA、EPA は日米、日中、日韓それがありますけど、順番はどのようにですか。あ、順番ですか。順番はまずアジアの方からやっていただければ。アジアの どこあたりが優先高いんですか。どこからその、ね、基準がないよね韓国、中国、うん、ここは早くやらないとダメですね。で結局皆さんご承知だと思うんだけども、一番やりやすいところからっていうよりも戦略的にやらないとね、うんうん、要するに、うん、韓国、中国をやった時には第一産業の解放っていうのは絶対に出てくるからね。そうなってくると、はい、そこのところ中国特にそうですね、はい、難しいことやらないんだよね。もう優しいところは大体やり尽くっちゃいましたからね。これからそういえばみんな難しいところばっかりですよ。そうするとまず一番地理的に、先ほども言われましたように、あのアジアの内需をね、我々の本当は外需なんですよね、あれね、取り込みはね。ただ内需として考えるとも考え方としてはいいでしょうし、大いに必要なものですよね。すいません、まだご質問もあろうかと思いますけれども、すいません、多少時間が過ぎてしまいました。司会者不手際で申し訳ありません。本日お忙しい中、経済同友会の桜井代表幹事にお越しいただきました。いろいろ貴重なお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではあの慣例でネクタイお選びいただきました、記念品に贈呈いたします。本日は、はい、ありがとうございます。終わったんで打足ですけど、おそらく長いことお付き合いいただいている桜井さんはやはりご自身である程度高いバーを設定して自ら成長戦略を描かなきゃいけないと、牧野さんのご質問に答えるのは多分そこだと思うんですよ。だから優しいところから FTA、FPA やるんじゃなくて、難しいと言われているところにも高いバーを設定して、大変貴重なお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。